おい丸山、あんまり一年いじめんなよ。勘違いするなよハヤブサ、俺はしつけだ。この教育係の俺が可愛い一年の根性と洞察力を鍛え直してやったんだろうが。ならいいんだけどよ、くれぐれも育て方間違えんなよ。お前は小銃とか2年仕切ってるからっていちいちうぜえわ。あ、そうそう、昨日渡り廊下で可愛い一年拾ってよ。それがなかなか育てがいのありそうなやつでな、早速お使いを頼んでおいたんだが。お、帰ってきた。坂本。お待たせいたしました。こちらランチパック各種盛り合わせでございます。すげえ、ランチパックってこんなこじゃれたもんだったのか。見くびってたぜ。うまっ。これ店出せるだろう。身に余る光栄。